ブラックロックビットコイン ETF に新たな進展、ウォール街金融の参入を受け付け開始。金融大手ブラックロックが申請中の現物仮想通貨ビットコイン ETF 上場投資信託アイシェアーズビットコイントラストに関して新たな動きがあった。直近の ETF 仕組み修正によってビットコインの保有制限に直面している米ウォール街の銀行が参加できるようになった。ブラックロックが最近 SEC に提出し直した書類で、米国の指定参加者金融機関銀行が自らビットコインを購入せずに現金の資金をブラックロックの提携するコインベースに渡してビットコインを購入してもらうことができる仕組みに変更した経緯がある。米国の銀行機関がビットコインを保有する規制が明確ではないため、ブラックロックは ETF 発行償還手段であるインキャッシュ現金の受け渡しのオプションを付け加えた。コインデスクの取材によると、ブラックロックがビットコイン ETF で利用する仮想通貨ベンチマーク CFBENCHMARKS の SUICHUNGCEO はブラックロックの現金対応について、もし SEC が現金と現物で ETF を作成償還するという修正された二重モデルを容認すれば、ETF 株式の取引時の流動性は高まることになるとコメントしたという。なお、先週この ETF の流動性提供のためのシードファンディングで10万ドルを受けたことも判明した。一方、SEC は未だ現物型ビットコイン ETF を承認していないが、市場はその確率が高いと期待している。来年1月上旬には ARK の申請が最初の申請事例として SEC の承認判断最終期限を迎える。次のトピックに移ります。ブラックロック、ビットコイン ETF 申請で10万ドルのシード資金調達、承認の兆しか。米資産運用大手ブラックロックの現物仮想通貨ビットコイン ETF の上場申請について、流動性提供のためのシードファンディングで10万ドルを受けたことが判明した。ブラックロックは4日の書類で、同社が申請中のアイシェアーズビットコイントラストで10月27日に10万ドルの資金を受けたことを SEC へ報告した。 ETF のシード資金とは、最初に ETF 株の発行に必要な資金調達のことを指す。 SEC は未だどのビットコイン ETF の上場申請も承認していないが、シード資金調達が ETF 発行の準備を意味するため承認の兆しではないかとの憶測が飛び交っている。実際10月27日以降、ブラックロックは複数回にわたって SEC の幹部と会議したり、申請書を修正し再提出したりしていた。ブラックロックの次の審査期限参事は1月15日だが、 ETF の承認に向けて SEC 側も前向きに進行している可能性が高いと指摘されている。企業の仮想通貨投資に追い風が、 AFASB が会計基準を評価額に変更。米国財務会計基準審議会 FASB は13日、暗号資産仮想通貨の会計処理と開示の改善を目的とした新たな基準を発表した。この会計基準改定により、企業は報告期ごとに保有する仮想通貨を評価額で査定し、その変動を財務報告書に反映させる義務を負うことになる。 FASB は米国における会計基準の設定を行う公益の民間非営利団体、米国証券取引委員会 SEC により公開企業のための指定会計基準設定主体として認識されており、米国で上場している企業には FASB 基準にのっとった財務報告書の作成が義務付けられている。リチャード・ジョーンズ FASB 議長は、新たな基準は仮想通貨の会計処理と開示の改善が理事会の最優先事項であるべきと指摘した。広範な利害関係者のフィードバックに応えたものだと述べている。従来の規則では仮想通貨は無形資産とみなされており、企業が保有する仮想通貨価格が購入価格を下回った場合、売却していなくとも帳簿上で減損損失を計上する必要がある。一方、資産評価の上昇で生じた利益を計上することはできない。新たな規則では、企業には保有する仮想通貨を毎期評価額で査定することが求められ、評価額の変動は純利益として認識される。さらに企業には保有資産、契約上の売却制限、報告期間中の変動に関する情報を開示することが義務付けられる。ジョーンズ氏は、新基準は現在の会計の複雑さを簡素化しつつ、仮想通貨が企業の財務状況に及ぼす実際の経済的影響を反映した、より関連性の高い情報を提供するものになると指摘した。仮想通貨保有企業に朗報。米上場企業マイクロストラテジーのマイケル・セイラー会長は、評価額を反映する時価主義会計への変更を歓迎している。 FASB は2024年12月15日以降に開始する会計年度からビットコインの時価主義会計を正式に採用した。この会計基準のアップグレードにより、
世界中の企業がビットコインをトレジャリーの準備資産として採用しやすくなる。マイクロストラテジーは2020年8月、資本配分戦略の一環として2億5000万ドル相当のビットコインを購入した。同社のビットコイン投資に対する信頼は揺るぎないもので、その後もビットコインを継続して購入。2023年12月5日時点の保有量は174,530、BTC 1兆740億円に上り、上場企業として最大となっている。新たな会計基準は、2024年12月15日以降に始まる会計年度当該会計年度内の中間期を含むから全ての企業に適用されるが、中間及び年次決算報告書が未発表である企業の場合、自主的に新基準の早期適用を行うことも可能となっている。ビットコインへの多額の投資を言っているマイクロストラテジーをはじめ、テスラや BLOC 系などの企業は、この新基準適用から恩恵を受けることになると予想されている。機関投資家への影響。世界4大会計事務所の一つであるデロイトは、FASB の会計基準改定が、企業の仮想通貨に対する投資意欲を促進する可能性があると見ているようだ。デロイトによると、ビットコインを保有している上場企業はわずか39社、米国では19社で、その保有量はビットコイン供給量の 1% に過ぎないという。しかし、FASB の基準改定により、財務報告の透明性が高まり、投資家は企業の財務の健全性をより正確に把握できるようになると指摘。また、利害関係者に仮想通貨の保有額やパフォーマンスをより適切に伝えることが可能になるため、コミュニケーションの改善が見込まれることから機関投資家にとって、仮想通貨の魅力を高める可能性があると主張している。同社の監査、保険パートナーの PJ、対戦氏は、以下のように述べている。この新基準により、仮想通貨投資の基礎となる経済性が会計によりよく反映されるため、米国会計基準の財務諸表を作成する企業にとって、特定の仮想通貨への投資がより魅力的なものになると期待している。以上で本日のトピックを終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。